川さんの声です。私は今京都市右京区にいます。今回のお出かけ登山は京都府の愛宕山です。愛宕山の標高は924m です。高低はここ愛宕山の高様峠にある飛びなし地蔵から登る最短ルートで登ります。今回は松さんに歩いてもらおうと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってきます。松さんは少し寒いようです。愛宕山の山頂にある愛宕神社は火伏せの神様として知られています。今日は年の初めということでお札をもらいに行こうと思います。ナッツさん、葉っぱで遊んでいます。山頂までのコースタイムは40分ほどです。遊びながらゆっくり歩きたいと思います。はい、夏さん、頑張って登っています。はい、夏さんは2歳と5ヶ月を迎えました。初めて夏さんが自分の足で登頂した伊吹山から大体5ヶ月が経ちます。今は大人の足でコースタイム約30分ほどの歩きやすい山を探しながら登っていますが、これからコースタイム1時間2時間と伸びていくのが楽しみです。ゆっくり遊びながら歩いてくれています。
はい、危険箇所です。気をつけて登ります。よし。はい、リンドウと合流しました。ナッツさんは少しお疲れのようです。はい、ここからは歩きやすい林道になります。ナッツさんが少し疲れているのでゆっくり歩きたいと思います。林道との合流点に着きました。愛宕神社までもうすぐです。頑張ります。ナッツさんは疲れていますがもう少し歩けそうです。いいのですが、今日は少し霞んでいます。ナッツさん、疲れていたようで、ご飯を食べ終わったらすぐ寝てしまいました。
が出たので BB キャリアに乗ってもらいました。ナッツさんを背負うのは久しぶりなのでとても重く感じます。それではお参りをしに行きたいと思います。行ってきます。ナッツさんはぐっすり寝ています。それではお札もいただけたので下山したいと思います。下山は元来た道を戻ります。それでは下山開始です。ナッツさんはよさそうにぐっすり寝ています。ナッツさん起きました。下山してきました。お疲れ様です。やった。今日の山は冬の静かな浦山道をゆっくり楽しむことができました。ナッツさんはお昼ご飯を食べてすぐ寝てしまうほど一生懸命歩いてくれて大きくなったなと思いました。また今日は久しぶりにベビーキャリアでナッツさんを背負って歩くことができて重かったですがとても楽しかったです。また今年もナッツさんと一緒にいろいろな山に登りたいです。ナッツさんは寝起きで機嫌がいいです。最後
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではおおきにー。